ホークス宮崎キャンプは早くも第3クール、週末は多くのファンで大盛り上がり。ハッピーバレンタインということで、選手からファンへ嬉しいプレゼントも。熱く盛り上がっているのはファンだけでなく選手も。開幕へ向け選手たちは熾烈なアピール合戦。シート打撃では開幕投手候補が闘志むき出し。開幕投手の座をつかむのは誰だ。まずはサッカーから。3年連続 J1 で戦うアビスパ福岡、週末迎える開幕戦を前に今シーズンの健闘を誓うイベントが3年ぶりに開催されました。2023シーズンも皆様と共に戦っていきたいと思います。目標を目指して、達成してみんなと喜び合いたいと思います。600人のサポーターが集まったイベントではトークショーなども行われ、選手たちはリラックスした表情。今シーズンは J1 で8位以上、ルヴァンカップではベスト4以上を目指します。開幕戦は今月18日アウェーでヴィッセル神戸と対戦、またホーム開幕戦は今月25日ベスト電気スタジアムでセレッソ大阪と対戦します。こんばんは。さあ、そしてね、今日もホークス情報満載でお届けしたいと思いますけれどもね、週末はファンにとってはね嬉しいサプライズもねあったようですからね、週末情報ご覧ください。どうぞ。宮崎は週末もね気ムンムン。バレンタインデー企画でホークス選手から詰めかけたファンへフォーチュンクッキーをプレゼント。今キャンプ最多およそ2万4000人が訪れた生き目の森は至る所で人人人。柳田選手、柳田選手、我らがギータ先生が現れようものなら、ファンの心をわしづかみに。さすがはギータ先生。もらったファンに話を聞くと、前の方にいたのでよろしくお願いしますって言ってたらポンと乗せてくださいます。そんな彼女のフォーチュンクッキーの中身は、あ、大関選手とか。あ、嬉しい。いいですね。ファンも楽しんでいるみたいですよね。そんな中行われたシート打撃では開幕投手候補が続々登場。まずは2020年に開幕投手を務めた東浜。バッターと対戦できたことが一番と、打者13人に対し打たれたヒットは4本。納得のピッチングとはいきませんでしたが、自身2度目の大役に向けて調整は続きます。まあ、しっかりシーズンに合わせて上げていくだけだと思うので、はい、開幕運動っていうのももちろん頭にはありますけど、そこでシーズン終わりじゃないんで、はい、そこから先のことも考えて、まあ、しっかりやっていきたいなと思います。こちらは一昨年開幕投手を務めた石川。持ち味のテンポのいい投球で打者12人に対し3安打。代名詞のカーブでも空振りを奪うなど、こちらも虎視眈々と開幕投手の座を狙います。他人が決めることですけど、自分ではまだまだってまだもちろん思いますし、まあ、ここでしっかり足元に詰めて一歩ずつ、そうですね、がむしゃらにやっていきたいなと思います。そして評価を上げたのがドラフト2位ルーキーの大津。多彩な変化球をコーナーに投げ分け、バッターに狙いを絞らせません。打者9人に対し被安打は0。開幕1軍入りへ首脳陣に存在感を示しました。シート打撃だったんですけど、まあ抑えられたことには自信にはなりました。もちろん目指すところは開幕ローテーションに入ることなんですけど、まあチームに求められるポジションで自分の役割を果たせたらいいなと思います。
一方、バッター陣で気を吐いたのは今シーズンサード挑戦中の栗原。スリーボールからのストレートを狙い打ち、ライトスタンドへ。副キャプテンが復活ののろしを上げました。まあ、大きく体を使ってちょっと打ってみようというか、あんまりこうちっちゃくティーでも打たずに、まあ、ホームラン狙っていいんじゃないのっていう話はして、大きくタイミングを取って大きく振ることは意識してやりました。さらに守りでも軽快な動きを見せ、新ポジションも板についてきましたよ。そのサードで栗原とポジションを争う新外国人アストゥディーヨも猛アピール。基本に忠実なバッティングでマルチヒット。まずはバットでアピールします。さらに極めつけはこのジャンピングスロー。攻守に器用さを見せつけました。そんな熾烈を極めるサバイバル、第3クールまで見守った城島アドバイザーは、戦力が整っているんで、いつでも優勝する準備はあるんじゃないかなと。第4クール初日の16日からは B 組の上林、野村大樹が合流予定。生き残りをかけた戦いは激しさを一層増しそうです。見どころ満載の週末でしたけどもね、やっぱりもうこの実戦形式の練習がね増えると見応えありますよね。でね、この大津投手もねいいですしね、変化球も多彩で抑えるし、あの栗原選手にもね待望の一発が出たのがね、よかったですよ。バットでもねアピールしております。まだまだアピール合戦続く模様です。さあ、そしてねこちらも注目してほしいんですよね。今週の金曜日に侍ジャパンの合宿へと向かうこの3選手が意気込みを語ってくれましたよ。ホークスからワールドベースボールクラシックに出場する3人。まずは東京オリンピックで金メダルに貢献した近藤。今日行われた外野ノックでは、回転してからボールを取るというルールでこのナイスキャッチ。さすがの動体視力を見せてくれました。すでにシートバッティングで2安打を放つなど準備は万端。侍ジャパンでも打線のつなぎ役として期待がかかります。塁に出ないといけないときはしっかり塁に出て、まあ、つなぐときはつないで、まあ、そんな役割をまあイメージしながらやってます。続いては侍ジャパンの扇の要、甲斐。自主トレーニングから続けているキャッチングの改良にこのキャンプでも取り組んできました。一番はストライクをボールって言われないように僕も努力したいなっていうふうには。ストライクゾーンが異なるとも言われる国際大会でどこまで侍投手陣をサポートできるのか、そのキャッチングにも注目です。早くピッチャー陣の特徴というのを掴んで、すべてこういい部分を引き出せれるような準備はしていきたいなと思います。そして最後は日本のスピードスター周東。ここぞの場面で期待されるその走塁で再び世界を沸かせます。プレッシャーかかると思うんですけど、まあ、それも楽しんでやれたらいいなと思いますし、はい、チームに貢献できたらなと思います。というね、もう3人とも気合十分でございましたけどもね、うん、もう日程出てますけども、まあ、今週の金曜日から合宿がね、始まりまして、この本番はですね3月9日中国戦となっておりますよ。川崎さん楽しみですよね、これね。ね、ホークス代表していきますからね、うん、もう世界一取ってほしいですね。ですね、うん、はい。そしてですね、このホークスはですね実戦形式の練習がさらに本格化しましてね、明日からなんと紅白戦がね始まるぞということでね、先発がですねこの藤井投手、そして大関投手がね投げる予定だということなんですよね。もう2人ともですね、まあ今シーズンはねもう開幕ローテーションに入りたいんだという強い思いありますからね、ナイスピッチング、これ期待したいですよね。
そしてそしてこれね復活にかけるこれねもう高橋純平投手もね投げる予定だということですからねまだまだ目が離せません。明日もたっぷりお伝えいたします。